その少年は生まれた時から親に捨てられてしまった孤児だった。身寄りもない自分の状況といたたすこともできずに心は閉じたまま、言われるがまま入れられた施設では、いじめられた理由はいけすかない。何のために生まれ何のために生きる、6歳で背負った十字架は重すぎる。ある時優しいおじさんに招待されて初めて行ってみた教会、中には自分と同じ境遇の子たち、おじさんはみんなを救う神の使い。やっと見つけた自分の居場所、イエスが僕らを守ってくれるだろう。だからおじさんに裸にされて、体触られてもここで生きてこう。 Me too, me too、 声なき声がここにある。Me too, me too、 目を向けろ少数派のリアル。 Me too, me too、 声なき声がここにある。 Me too, me too、目を向けろ少数派のリアル。その少年は18歳、群馬在住、アニメと映画と読書を愛する、いたて健全なサブカルボーイ。小中高部何にマニュアル通りに進んだが、唯一の悩みは彼女いない。てか女子とまともに話せない、教室の隅にいちゃ見向きもされない、けど声をかける勇気もない。ある時試しに使った出会い系、たまたま知り合った23歳で、趣味も話も合うから会うと決めて指定された場所はラブホー。初めましての感想はマジで綺麗だ。ベッドの上で彼女の着替えを緊張して待っていた。出てきた姿はエナメルにペリバン。その日少年は童貞だけど少女を失った。 Me too, me too、 声なき声がここにある。Me too, me too、 目を向けろ少数派のリアル。 Me too, me too、 声なき声がここにある。 Me too, me too、 目を向けろ少数派のリアル。